ペルツズマブは、乳がんの細胞表面のハーニをターゲットとした人か、モノクローナル抗体医薬品。抗がん剤として、転移性病変のため抗ハーニ療法、または化学療法を以前に受けていないハーニ陽性転移性、乳がん患者への治療に、トラスツズマブ及びドセタキセルと併用して使用される、がんの増殖などに関係する特定の分子を狙い撃ちする分子標的治療薬の一つ。 商品名はパージェタ。ハーニが細胞膜に発現していない乳がんの場合は効果が期待されないとされる。ペルツズマブは癌細胞の細胞膜に存在して主要細胞の増殖に大切な役割を果たしているハーニレセプターと他のハーレセプターが2両化して増殖シグナルを癌細胞に出すことを特異的に阻害するとされる。また、ペルツズマブがハーニに結合することにより 免疫細胞を活性化活性させて、癌細胞を殺す効果も期待されている。ペルツズマブとトラスツズマブの作用基準はそうに補う、ものの、ハー二重用体への結合部位は異なっており、化学療法の併用により、ハーシグナル伝達系をより、広範囲で遮断できると考えられている。ありがとうございます。